ロス軍区はアメリカが州国ペンシルベニア州西部のアレゲニー軍の第一級タウンシップである。2010年の国勢調査での人口は3万1,105人だった。2007年9月、ペンシルベニア州のその旧のタウンシップ法に認められている強い主張と弱い行政委員会の政府形態を採用した。ロスは ピッツバーグ市の北3マイルにある同市が広がってきた郊外町である。マックナイト道路とアメリカ国道19号線沿いに強い小売街道がある。公共教育はノースヒルズ教育学区に属しており、多くの自治体にまたがるノースランド公共図書館の体系に参加している。1809年6月26日、パインタウンシップのジョン・マックナイトが 他の30人の住人と共に、アレゲニー軍裁判所に、新しいタウンシップの創設を請願した。11月の開催期に許可が下りて、ロス・タウンシップが生まれた。ピッツバーグ氏の著名な弁護士、ジェームズ・ロスにちなんで、ロスと名付けられた。1790年のペンシルベニア州憲法を批准するための会議で、ロスが、西ペンシルベニアを代表して出席していた。ロスは、 アメリカ合衆国上院議員となり、ジョージ・ワシントンの私有地弁護士だった。初期開拓者の多くは、1784年に、コーンプランター州長が、ジョージ・ワシントンと結んだ条約に、多くのインディアンが同意しなかったので、インディアンを恐れながら暮らしていた。ロスタウンシップの場合は、セネ家族の資料地があり、白人は侵入者だった。1794年になって、正式に、 インディアン集団を追い出し、カスパー・リールがやっとこの地域が落ち着いたと判断した。リールの双子の息子、デイビッドとカスパー・ジュニアが、ピッツバーグより北では、最初に生まれた白人の子となった。ロスタウンシップが初期に名声を得たのは、その地域を通る道路だった。インディアンがベナンゴ・パスを通って旅し、それが後に、フランクリン道路と呼ばれ、米英戦争の時に、 エリー湖の古城線に向かうオリーバー・ペリー大将が利用した最大級に重要なルートとなった。ペリーがその戦闘で勝利した後、道路の名前は再度、ペリーズビル・プランク道路と改名された。この時代の道路は悪天候でも通行を助けられるように、一方に大きな木製板を貼っていた。衆上院議員ハーマン・ P ・ブラントが、試っ会から、 ペリービルまで道を舗装するよう請願したのは1920年代になっていた。この道は再度解消され、現在使われているペリーハイウェイとなった。この道路沿いに1799年にハイランド長老派協会が建設された。この教会は今も残っており、初期の家族の大半がここで礼拝に出席し、また町の集会所としても使われたので、 町の中心として機能した。教会の敷地に隣接して、ペリーズビル学校ができた。ここは、ピッツバーグとしても、ロスタウンシップとしても、最も悪名高い脱獄集の舞台となった。1902年1月30日、アレゲニー刑務所長の妻キャサリン・ソフェルが、愛するようになっていた、ビドル兄弟の脱獄を助けた。激しい吹雪の中での逃亡となり、 ペリーズビルプランク道路沿いで隠れがと輸送手段、食べ物を探していた。他に隠れる場所もなくて、ペリーズビル学校校舎の一室に押し入り、昼の教室を温めていたダるマストーブの暖かさが残っていたので、体を温めた。ビドル兄弟は食べ物を欲し,し、道路をホワイトハウスホテルまで行き、ハムサンドイッチ6切れとウイスキー1パイントを求めた。 エドビドルは金が足りないことが分かり、ある女性の札入れを取り出し、それで代金を払った。上着には収納できるだけのポケットもなかったので、拳銃をバーテンダーのクライストウェラーの目に見えるように出していた。二人は馬と馬車を盗もうと何度も試みて失敗した後、スリーデグリー道路沿いに開いているナヤを見つけ、馬と馬車を入手できた。 彼らが脱獄したという知らせは1月31日朝に伝わり、彼らは追跡されてバトラー軍で捕まえられた。これら悪名高いよそ者以外に、ロスの住人の中にも名声を得た者がいた。ハーマン・ピー・ブラントは宗上院議員となり、カスパ・ディールとジェイコブ・ウェイツェルは独立戦争の軍人として名声を得、サイモンガーティは開拓者に対して廃墟者となり、 世界中で何度も書物に描かれてきた。1908年、ペリーズビルボランティア消防団が結成された。1962年8月1日、ノースウェイモールが62の店舗を用意して開店した。この特徴あるモールは、ペンシルベニア州では最初期の屋内型モールとなった。1967年夏、ジム・デディガッティがマックナイト道路沿いにあった。 マクドナルドのキッチンでビッグマックのサンドイッチを発明した。1984年ピッツバーグ中国協会がオールドペリーハイウェイ8711にある現在の建物を購入した。ロスタウンシップの領域は長い間に何度か修正されてきた。例えばアレゲニシティが南で設立されシェーラータウンシップが東に形成された時だった。 どちらも20世紀に移る前のことだった。1905年、南西隅から、ウェストビューボロが分離して設立された。その後、境界はほとんど変更されずに残っている。ロスタウンシップは、北緯40度31分35秒整形、80度1分19秒。北緯40.52639度整形、80.02194度。 40.52639-80.02194に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は14.4平方マイルであり、このうち陸地がほとんどであり、水域はわずかしかない。ロスタウンシップの北はマッカンドレス、北東はハンプトンタウンシップ、東はシェーラータウンシップ、南は リザーブタウンシップとピッツバーグ市の地区であるサマーヒル、ペリーノース、ブライトンハイズ、南西はベルビュー、ボロ、西はキルバックタウンシップとオハイオタウンシップ、北西はフランクリンパークボロと接している。ロスタウンシップはウェストビューボロを完全に取り囲んでいる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。